僕の名前は聞いた。僕の友達のヤネスケは頭が良くて、いつも周りから注目を集めてる。それなのに僕は…はい、じゃあ聞いた。この問題の答えは…うんち。もういい、ヤネスケ。ポセイドンガンマオメガ3。素晴らしい、大正解だ。すごいヤネスケ、やっぱりお前は天才だ。特に才能がない盆栽小学生だ。ヤネスケってなんでそんなに頭がいいの？才能かな。才能か、僕にはないな。キータはそのままでいいじゃん。僕もヤネスケみたいになりたいんだよ。おい、やっぱり僕は盆栽だ。キータ、今日のテストどうだった？じゃじゃーん、100点。また100点？すごいじゃない。ご飯あるから降りてきてね。僕はダメ人間だ。学校行きたくないな。ダメ、うんちだ。ついてないな。はい、じゃあ授業を始めます。これはかなり難しい問題だぞ。ヤネスケ、答えてみろ。ダイバージェンス B。 不正解だ。一応聞いたにも聞いておくか。うんち。正解だ。正解は動物の糞だ。すごいぞ聞いた。それとこの前のテストの結果だ。ヤネスケ、なんで50点なんだよ。やった。100点だ。なんで聞いたが才能だよ。はい、100点、俺の勝ち、俺の勝ち、おめでの勝ち。です、2倍点。日焼けしたくないから。おかしい。おはよう。おはよう。ほら、授業始まるぞ。さっさと席に座れ。お、ここの字だ。この漢字の書き方わかる人。そら。はい、正解。から。はい、正解だ。く。正解だ。あらあれ、ヤネスケ答えられないのか。あともう一個、うろと読みます。はぁ、そんなやり方ないぞ。中が空になっているところ、ホラーがうつろという意味でうろはありますよね。国語辞典にも載っていますが、そんなの別に日常で使わないだろ。教育基本法第2章5項、義務教育として行われる普通教育は各個人の有する能力を伸ばすとありますが、生徒がせっかく知識を入れて個性を伸ばそうとしてるのに、先生はその空っぽの頭のせいで生徒の個性を潰そうとするんですね。先生はそんなような広いところで間違いを指摘してくれるヤネスケ君がナイスやな。よし、じゃあテストお願いします。じゃあテストの結果だが、ポンジェに70点。おお、引いた。そしてヤネスケの点数だが、夏祭り絶対行くぞ。ドン、99点。最後の問題、万物じゃなくて万物だから全てって意味だ。天才小学生は頭悪くなったのかな。作戦通り。採点するか。あびゃあ。よし。しあれ、先生これコピーしたものでは。ん、あ、本当だ、これコピーだぞ。もしかして。お母さんの行動パターンを予測して先手を打っておいたのさ。あー
よかったらサインください。色紙じゃなくてお前の体に傷跡というサインを残してやるよ。いやー、こ、怖いよ。時を戻して赤ちゃんにしてやるよ。おー、くらえ。お前一体何を食ったらドラゴンなんで出てくるんだよ。行け。第3試合、梅キータの勝利。浜井先生は僕にとって恩師です。キータはな、生徒の中でも群を抜いてポンコツだからな。自分と周りを比べたがる性格のせいで時には自暴自棄なんかになったりして。正直戦いたくないけど仕方ないよね。生徒と戦うのは心苦しいけど仕方ないよな。僕、浜井先生の秘密一つ知ってるんです。浜井先生の口臭ってうんちの匂いがするんです。うんちうんちうんち。なんせ優勝したら賞金1億円だからね。金金金。浜井先生。聞いた、提案なんだが。何ですか？殴り合うのは危ないから相撲で勝負だ。はっけよーい、よかった。力はまだまだだな。はっはっは。つっかい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 。第6試合、浜井先生の勝利。浜井先生、絶対優勝してね。任せろ。行け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 。はい、俺の勝ち。くそー、屋根助のちび丸じゃ俺のデカキングには勝てないよ。今に見てろよ。これであのカブトムシに勝てるぞ。屋根助、また負けに来たの？今度はどうかな。でかー、行け、メガキング。メガキング、泣いてるのか？そうだよな、虫同士で戦わせるなんてやめた方がいいよな。はい、俺の勝ち。メガキング、メガキング、メガキング、てめえよくも。